八谷町は、愛知県の南部に位置し、北郡に属する町。北半島のほぼ中央部に位置する。北半島にある十字地帯のうち、東町と大府市の南に面していない。町を挙げて1983年より、様々な取り組みを行い、自然と人間の共生ホタルを守ろう合言葉に、ホタル飛び交う、住みよい環境づくりを目指し、町民の協力による、 町内全域にわたる生息分布調査や、町内の小学校での人工飼育、触れ合いの森内のホタル養殖場での調査研究を行っている。1994年7月1日に、調整50周年記念事業として開催された、ホタルサミットアグイ94を記念し、翌年より同日をアグイホタルの日と制定した。地域全体を指して古くは、英被告と呼ばれ、 伊勢湾にも三河湾にも面しておらず、丘陵とその間の強小な盆地からなっている。町の中心の南北には、北の東浦町から、南の半田市に向かって流れる阿久井川に沿って、名鉄港和線と、県道55号が走っており、町の南北軸になっている。町南部にあって、半田市と接する植大地区は、隣接する半田市柳部地区出身の童話作家 新見南吉の作品の舞台として、たびたび登場する。ゴンゲン山という名前で呼ばれている小山や、半田市との試市会を流れる阿久イ川支流の八勝川は、ゴンギの舞台のモデルとされ、ゴンギのゴンは、ゴンゲン山のゴンから取ったとも言われる。また、八勝川の水源である、半田池は、おじいさんのランプに、実名で登場する池である。 山地下線骨章、アグイの地名が残る最古の記録は、藤原具跡から出土した、高五年記念の木簡で、アグヒ、里と記されていた。その後、平城系の木簡に実例がある、漢字二字による当て字として、英比が用いられるようになり、平安時代以降は、地下群英秘教と呼ばれ、また、アコや、アン、古いなど様々な用字で書かれた。中世の後期、 この地の支配者として、久松氏という還元性を名乗る武士が、歴史に登場する。久松氏の系譜によれば、久松氏が、当地に根付いたのは、南北朝時代に、五代醐天皇に仕えた、菅原定長の子、帝藩が、終わり国地田軍木代に任ぜられて、栄飛橋に土着したのに始まるといい、九章の名字は、定長の先祖である、菅原正則が、 陽名の久松麻呂を名乗っていた時九901年1月に、祖父の菅原道真が失脚したのに連座して流された、先が、終わり国の栄妃であったという縁によるとされている。久松氏は16世紀中頃の織田信武で、信長府氏の時代には、小川を本拠地とする水野氏の三家にあった。坂部城主である、久松と勝は、水野忠政の娘で、 松平広忠と離縁させられたお台を妻とした。後にお台と先父との愛の子である徳川家康が、お出しと同盟を結んで独立の大名になった縁から、お台が歳勝との間に生んだ息子たちは、徳川氏に仕えて、当地を離れ、江戸時代には、普代大名になった。一方、あぐいに残った、久松歳勝の長男の武士は、1577年に、当時、 織田信長の下でで、尾張南部の諸将を統率していた上司の佐久間、信盛の恨みを買って殺され、あぐいの久松氏は断絶している。江戸時代には、現在の町域には、横松、萩、宮津、板山、福住白沢、草木、宇野山、坂部、冷江の宮、無区限、河東家、矢口、高岡、諸大拘根の諸村があった。これを俗に、 英被告十六家村と呼ぶ。これらは、明治の合併により、アグイ村となり、またこの時に、アグイの用事として、アグイが定着する。1889年10月には、アグイ村、上アグイ村、東アグイ村の3家村に分かれていたが、1906年5月に、再合併した。人口の増加により、1953年1月1日に、アグイ村は、 調整施行して、あぐい町となった。町長2002年の町長選で、現職の石川勝ら、自民党、民主党、公明党の推薦を受けた新人らに候補を破り、初当選した。町社1959年以来使われていた庁舎近い将来想定されている、東海地震、東南海地震、南海地震に備え、1959年地区の、 庁舎の老朽化や耐震不足などの耐震性調査を行ったところ、基準値を大幅に下回ることが判明し、新庁舎建設の必要性が高まった。2017年3月を工事完成目標として、2013年12月より、中央公民館南館の解体工事から順次、進められた。2017年3月30日に、以下の3施設が完成し、 完成記念式典と内覧会が行われた。村地となった中央公民館からレストラン棟までを縁側テラスと名付けられた白いテラスで結ぶように繋いだデザインとなった。また、同年4月8日にはリニューアルされた庁舎前広場周辺を使って完成記念行事が行われアグピアホールコケラ落とし記念コンサートとしてケイコリーによるジャズコンサートが催された。 広域行政市町村合併南の半田市との編入合併を推薦もあったが、2004年12月26日に合併特例法に基づく半田市との合併協議会設置の賛否を問う住民投票が実施され、その結果、反対多数となり、協議会は設置されないこととなった。結果、中部国際空港を生かした地田半島自由自治体合併構想は、 一つも実現しなかった。アグイ町立図書館アグイ球場2019年、現在、姉妹都市、定型都市は存在しない。海外2005年に開催された愛知万博で、愛知県内の市町村が120の万博公式参加国を、それぞれ、一市町村一国フレンドシップ事業として、フレンドシップ相手国として迎え入れた。 アピタアグイ店アグイ川を中心に、電源風景が広がるが、名古屋鉄道の高和線や千田半島道路を通じて、名古屋市の中心部に30分程度という高立地のため、工業団地や住宅団地も進出している。また、かつては、アグイスポーツ村にある、アグイ球場を、中日ドラゴンズの2軍が使用していた。人口の増加に対して、この地域における、 ショッピングの中心は長らく南の半田市にあった。しかし、半田市に近い食材地区で、1999年に大型ショッピングモールのアピタアグイ店が開店。映画館も併設され、新しい地域の中心になっている。また、日向の丘として、大規模宅地開発が行われ、住宅地内に山中明奈田の丘店が開店したが、 2019年6月23日に閉店した。アグイ高校スポーツ医科学研究所愛知県教育委員会の制度に基づいて行われ、終わり学区に属し、調整区域には属さない。アグイ駅 KC 高和線、白沢駅、坂部駅阿久井駅食大駅、阿久井パーキングエリア町内に、国道は通っていない。 1989年に開通した町役場前から東へ町中心部と宮津番地地区を結ぶ阿久井川と名鉄高和線をまたぐようにかかる立教。同年11月には三笠宮友も人新能、信子日の出席のもと橋開通式が行われた。この橋の完成まで両地区は阿久井川と高和線で分断されており、行き来には かなりの遠回りを強いられていた。欄干には、ホタルと歓喜の歌の音符のレリーフが配されている。同運院にある、久松松平家装置正さもありがとうございます。